テレビ東京政治部の坂井田です岸田内閣の発足を受けてテレビ東京と日本経済新聞が10月4日から5日にかけて行った緊急の世論調査の結果について解説します今回の世論調査はご覧の方法で行ったものです岸田内閣の支持率は59%と 前回自民党総裁選中の菅内閣の支持率からは21ポイント上げました不支持率は25%と前回の菅内閣の不支持率51%から26ポイント下げました一見高いように見えるこの岸田内閣の支持率ですがこの15年で成立した9つの政権の発足直後の支持率と比較します 2008年の麻生内閣を上回ったものの、2007年の福田内閣と並ぶ59%にとどまっています。政権発足直後の支持率としては、決して高いと言えないのが実情です。総理周辺からは、菅内閣は発足直後の期待値が高すぎた。小渕内閣の時もそうだったが、これから徐々に上げていけばいいと前向きに捉える声も聞かれました。 一方で岸田内閣を攻めたい野党側ではある野党幹部が支持率の高さより不支持率の低さが気になる総裁選によって菅前総理への不満のガス抜きという当初の目的は達成したと危機感を強めています。次にに岸田内閣や自民党執行部の顔ぶれを評評価価すするるかかどうか聞きました評価するが40に だったのに対し評価しないが36%ときっこうしました評価すると答えた人にはさらにその理由を聞きました若手の投与が進んだことを理由に挙げた人が最も多い28%に上りました衆院当選3回の牧島デジタル大臣小林経済安全保障担当大臣堀内ワクチン担当大臣 の三人の入閣が評価につながったと言えそうですこのほか、安定感があるが16%女性の登用が進んだが14%でした評価しないと答えた人にもその理由を尋ねました評価する理由がある程度分散していた一方でこちらの評価しない理由は 圧倒的に派閥の意向にとらわれていたを挙げた人が多く半数以上の54%にも上りました次に衆院選で投票したい政党または投票したい候補者がいる政党はどこか聞いたところご覧のような結果になりました自民党と答えた人は前回調査からプラス1ポイントとほぼ横ばい立憲民主党と答えた人も プラス1ポイントとなる11でした岸田内閣の発足によって投票したい政党に大きな変動はありませんでしたそして衆院選の行方を占う野党共闘のあり方についても聞きました次の衆院選で立憲民主党が選挙協力すべきなのは共産党と国民民主党のどちらだと思いますかと尋ねたところご覧の結果となりました 野党第一党である立憲民主党には共産党との協力を深めるだけでなく国民民主党も含めた野党連携を望む声が半数以上に上りました岸田内閣が掲げる経済政策の柱は成長と分配の好循環今回の調査ではこの点についても尋ねています国全体の経済力を高める成長戦略と 格差是正につながる分配政策のどちらを優先すべきだと思いますか成長戦略を優先すべきという声が分配政策を優先すべきという声をわずかながら上回りましたこれについて6日の松野官房長官の会見で問いましたテレビ東京の高井田と申します成長と分配の好循環についてお伺いします 10月の4日から5日にかけてテレビ東京と日本経済新聞が実施した世論調査で成長戦略と分配政策のどちらを優先すべきかと聞いたところ成長戦略を優先すべきが47%分配戦略を優先すべきが38%という結果になりました国民のこうした声をどのように受け止めいかに成長と分配の好循環を作り出していくとお考えか改めてお伺いします 岸田総理はおとといの記者会見で、成長は引き続き極めて重要な政策テーマであり、しかし、成長だけでその果実がしっかりと分配されなければ、消費や需要は盛り上がらず、次の成長も望めない、分配,して分配なくして、次の成長はなしと述べられています。また成長戦戦略略と分配戦略 戦略は車の両輪であり両者は二者卓一ではなく成長と分配の好循環を実現し国民が豊かに生活できる経済を作り上げていくことが総理の目指す新しい資本主義の実現にあたって重要な点でございますそのための具体策とについては新しい資本主義担当大臣である山際大臣に対して 関係大臣と協力して検討するよう総理から指示が出されているものと承知をしております菅内閣では4ヶ月連続で不支持率が支持率を上回るなど危険水準が続いていました岸田新内閣が発足したことでこの危険水準は出したかのように見えますが成長と分配の好循環をどう実現していくのか 難しい舵取りが迫られそうです最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします